100年早い。ちょっと先輩、幻覚の話聞いてなかったんですか？誰に言ってる？オイラのアートを舐めんなよ。はあ、ったく。いや、改めて見ると本当、なんかでかい亀みたいですね。強そうですね。ここはデータラ先輩にお任せします。トビ、お前晴れて暁のメンバーになったんだ。クールな感情から醸し出される情熱的な一瞬の。先輩こそ口数が多いですね。